こんにちは、どうまです。ポン踊りガチャいきましょう。ポチッ。あ、やっぱ KJ か。時を止め妖怪プニをつなぐほど大ダメージ。なんか最近こういう系多いな。でもなんかあんまり使えないことが多いけどね。まあいいや。で、技ゲージが溜まった状態でスタート。パズル中の BGM が KJ ラップライブインクラブ盆踊りガチャ。中身パス系キラコマパスも出て KJ だけかな。あ、ホムラテング2体か。なるほどね。で、あ、神鳴らす五郎が隠しステージなんだ。あれ、あいつはなんかもう1体いたよね。やめるんじゃ先生。あれはまだ出てこないのかな。まあいいか、とりあえず行きましょう。いや、いけるでしょ。さあ行こう。サマーニャンボはまだやってるけど違う。盆踊りガチャ、いつも通りゴー。ちょっとなんかね、盆踊りっぽい服あるかなと思ったんだけど、最近引っ越してこういろいろね処分してたらなかった。なかってなんかこれワイハーガチャの時の衣装っぽいよね。なんか海外旅行の朝みたいな。まあいっか。まあいつも通り渋めかな金は。あー、これ確率アップしてないのかな。まあ SS が1体だからね。パス系じゃないし、まあ難易度は A プラスって言った感じかな。初金、どんな中身が出て、え、まあある意味神引きだわ。ある意味ね。まあ今は激しくいらないけどね。まあでも今回はマネーがね200万以上あるから、まあ、200万切るまではウォーミングアップみたいなもんよ正直。まあこの辺はもう捨てるマネーですね。 KJ、 よしよしよし、 KJ KJ K、 うえっ、ちょ待って、それはまずいでしょ。いや俺まだモノマネとかさする気満々だったのに。え？っていうかキラコマパス引いて次 KJ ってやばない？最近俺やばない？まあまださ勝ちではないけどね。なんか S ランクのやつ出てないから。ちょ、早っ。早くね？10回以内で。いろいろ喋るネタ考えてたのにさ、これどうせ1時間ぐらいなるだろうなと思ってたからさ。え、あと1体だよね。なんか小村なんちゃらだよね。なんか前もそうだったっけ、目玉じゃないやつが先に、あ違う、目玉のやつが先に出て目玉じゃないやつが後から出るみたいな。またそのパティン。いやいや、でもこれはもう勝ったでしょ正直。 S なんてスッと出るんじゃないの。でも前もそんなこと言って結構かかったけど。いやー来たわ。さすがにヤクルト飲むわ。いやーまだいける。違う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 。くそ、やべえ、ヤクルト4本飲んだら気持ち悪くなってきた。いやもう超気が楽だわ。え、これ神引きだよね多分。てか今までで一番早いとまでは言わないけど相当早いわ。え、これ尺足りないまであるの。まあただなかなか出ないな。 S ちなみに何体いるの。SS も結構多いもんね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 体。おお。茶色赤ね、茶色赤。さっさと終わらせよう。くそー。なんかいろいろさ言おうと思ってたんだよね。10連ガチャさ、サマーニャンボだっけ、あれでやったからさ、普通のねこういうイベントガチャでも10連搭載したらいいんじゃないみたいなことも言おうと思ってたけど、早めに終わりそうだわ。
なんかね、できるだけさ、こういうガチャ動画もさ、カットせずにやりたいんだよね。たださ、これ1回1回しか弾けないからさ、まあ、今回は多分早いけど、普通に行けば1時間以上とかかかるから、さすがにね、1時間をさ、1人さ、夜中でずっと喋ってるのはさ、やばいでしょ、それは。変な人じゃん、それ。だから10連だったらね、10回弾くだけでも100連だから、それだったらカット入れずにもいけるからね、とか言おうと思ってたんだけど、ただ金率は悪いな。こっからが罠か。まあでもまだ200万切ってないし、これは。あ、コメント欄でね、生放送やってほしいっていうの毎回もらうんだけど、俺もね結構やりたいんだけど、ちょっとねまだテストしてないからわかんないんですけど、もしテストしてみていけるようだったら今回のイベントどっかで生放送やろうかなとは考えてます。まだねちょっと撮影環境とかね引っ越したんで変わったんで 100% ねできるとは言い切れないんですけど、まあいろいろ試行錯誤見てできそうだったらねやってみたいと思います。祭りとかは俺全然行かないけどね、夏祭りとかはもう何年も、え、こんなやついた？え、これ初めてじゃない？え、ちょ待って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 、 B ランクとかで新しいのいるんかい。今それは把握してないわ。え、ちょ待って待って待って、そういうのさ言ってよ。っていうか新キャラは新キャラでまとめてくんないかな。え、でも A ランクはいないね。あ、こいつだけいたんだ。あ、じゃあ OK だわ。え、でもあいつガチャでしか出ないのかな。よし、これで本当のリーチか。来たんじゃないの、来たんじゃないの、これリーチ一発。モノマネしづらいわ。くー、戦北っていろいろ思い出すわ。頼むでー。今回一角入ってないよね、多分。なんか S 選べるコインやってたもんね。まあ今回ももちろんサブアカはね課金しないけど、サブアカでなんかさ課金しちゃったら、まあ、選べるコイン一時悩んだけど、やっぱり今となっては課金しなくてよかったなと思うよね。なんかサブアカで課金して結局ね、一角、まあ、ヤマタンとかキラコマとか太陽支援馬ゲットしたら、あんまりサブアカの意味ないかなって思い始めちゃったんで、あの判断は良かったわ。まあ、みんなのコメント欄の意見にね従って良かったけど、200万切っちゃったよ。でも220ぐらいだったから今で20万ぐらいですね。よし、久々に来た金。なんだっけ、天狗、天狗ホムラ天狗。こいつさ、俺前も言ったけどさ、なんで最近入ってんの、全部のガチャに。この古いやつ特に圧がある、ほんとに。ちょ待って、結局もう190万切るよ。もう30万だよこれ。結局かい。え、100連ぐらいいくの結局これ。なんか金率が異常に低くなってきた。はあ、まあまあまあ KJ 出たからさ、まあ引けなくてもって引けないことはないと思うけど、ここまで来たら天狗赤茶色こいつもよく入ってるわ。ちょ、やばい、マジ天狗は引けねえ。しかも天狗ってなんか元からいなかったキャラです。しかもそいつめっちゃ外れ枠じゃない。それの似たやつをさ、こう出さなきゃいけないっていう。よし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 、ええねんで、ええねんで、ええねん。だからもう遅い時点でダメだし、圧が出るの時点でもっとダメだし。なんか引ける気せんな。よし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 、遅れてきたらダメだからね、遅れてこないで。え、ちょ待って、もう45万いくくない、これ。結局100連。しかも絶対さ、まあ特攻ついてるから多少は使えるんだろうけど、普段は使えないエースキャラでしょ。もうこのモチベーションないわ、マジで。
やっと来た。マジこれ30万ぶりぐらいじゃない？多分遅い。まあ初めてだから、まあ正直ね、別に今引かなくてもいいんだけど、 S ランクのやつだし、まあ KJ がいれば絶対攻略できるしね。どうせ確率アップが時間経ってから来るとは思うからね、いいんだけど、やっぱこのアカウントはね、すぐコンプするっていうのがモットーだからね、引かなきゃいけないんだよ。やば、160切ったな。今でこれで60万か。結構いっとるな。結構いっとるで。ちょ待って、マジ出ないんだけど。やばいやばい。よしよしよし、そろそろ来てよ、そろそろ来てよ天狗。よし、うん、やっと来た。結構長かったね。だって210ぐらいあったもんね、 KJ 出した時。うわマジか、60万ぐらい使ったのかな、こいつのために。まあとりあえず出たからいいでしょう。 KJ はほんとすぐ来たね。まあでもどうなんだろう、次の動画で使ってみますけど、時を止め妖怪プニをつなぐほどっていうね、このパターンはね、イベントでは強いけど通常時はあんまり使えない傾向があるんで、まあ次の動画で検証してみたいと思います。でまあこいつは B ランクだからあれでしょう。ホムラテング、弾を作る、うわ珍しいね、弾作り久しぶりに来た。あでも回復するんだ。でもこいつも通常時は使えないだろうね、おそらく。はい、ってことで無事ね、まあちょっと天狗は苦戦しましたけど、 KJ はねすぐ出たんで神引きと言っていいでしょう。まあちょっとね今回マネー多かったですけど、157万残ったんでね、大勝利と言っていいんじゃないでしょうか。皆さんのねガチャ結果またコメント欄でお待ちしております。はい、ってことで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ。